つも見てくれてるそこのあなた、チャンネル登録お済みですか？まだならぜひチャンネル登録を。はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 HAK ワールド HAK です。はい、さて今回はですね、これです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 はい、まあ、前回のねプロジェクトの最後の方でちょっとねこれをねこれにさらっとさらっと語ってありましたが、はい、今回このシーマ SBD ドラグラフ、はい、これをねちょっとやっていこうと思います。はい、ね、以前にねあの T238 の、ジェネラルバージョン、はい、ちょっとねここ下に置いてあるんですけど、ちょっとあ見えるかな、そう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 、これ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 、はい、このね T238 ジェネラルバージョン、これをねシーマのドラグノフのメカボックスにね搭載することに成功しました。はい、なので、これをねちょっと一旦全部ちゃんと整備してからあのねドラグノフに乗っけるってことをねちょっとやってみようかなと思います。なのでまたしばらくお付き合いいただけるとありがたいです。では行ってみよう。はい、ではね、このシーマー SBD ドラグノフのねメーカーボックス、前回ねとりあえず、電子トリガー化してねまあ動くよねっていうところまではねちょっと確認できたので、まあ、今回は、この辺のギア類のまあ掃除というかまあ再調整っていうところをねちゃんとやり直しつつ、まあ適切なね、バネを乗っけて、この一旦はねメーカーボックスを完成させようと思ってます。はい、よし、ではねちょっとね一旦バラしていきましょう。はい、よし、じゃあね乗っかってるグリースがまあやたらめったら汚ねえってのもあるんですけど、うん、まあそれプラスこのシム調整もね多分そんな完璧じゃねえんじゃねえのかなってまあちょっと疑いの目を持っているのでまあそこもね合わせてやっていけたらなと思ってます。はい、一旦ね一通りあちこちチェックして、じゃあねちょっとある程度綺麗にしていきましょう。なんだろう、一応それなりのね、板厚の違いのシムが乗っかっているのでまあ大丈夫だと思うんだけどね。まあにしたってさ、このシーマドラグノフのメカボックスって結構ねメカノイズしてたんだよね、ギャーギャーギャーみたいなまあいい感じうるさかったっすよ。まあなのでね、まあこれちゃんとねシム調整できてないんじゃないなってねちょっと気がしてるんですよ。まあただねちゃんとこうやってねシム板を乗っかってるので、まあそこまで変なチューニングではないと思うんだけどね。ノイズがしてるってことはまあずれてるってことだろうから、まあそういうことなんだと思いますよきっと。まあゴミだけねちょっと混ざってないことだけ確認して先にちょっと進めていきましょう。まずはギアのシム調整からいってみましょう。ちょっと今回ねシーマドラグノフってギアがまあ普通よりねちょっと1枚多いので、まあそれがねどういう風にね勘どころを働かせればいいかっていうのがちょっとよく分かってないので、まあなんとなく思うままにやっていきましょう。はい、まあまあ前回のね動画でもちょっと喋ったんですけど、このねシーマドラグノフのこのギアあるじゃないですか、これね車外のカスタムギアがねどうも存在しないみたいなんですよね。だから以前ねカスタムしたことあるんですよ、11ボルトにし、にしてみたりとか、まあなんだかんだやったところ、まあこのねセクターのね、こっち側、要は第1のスパーって呼んでいいかわかんないけど、この第1のスパーにのここと当たる部分、ここがね必ずもげるんですよ、どっかが。まあ見ての通りねかなりね安直な要は鋳造性なんですよ。あんまり精度もね良くなくて、まあだからねやっぱこの辺からねもろもろもろってまあ壊れていっちゃうのかなーってイメージですね。まあなのでシーマーのこのドラグノフはまあまず駆動系にカスタムは無理だと、はい、思った方がいいですもうやればやるほどねドツボにはまってパーツ代だけは加算でいくんでね。シムなし状態だとセクターにスパが立てない、ほら動くもんね。まあなのでじゃあ、セクターをこの感覚だと多分 0.2 を上げた方がいいね。 0.2 が乗ってました前回僕はここに 0.2 を乗っけたようです。さすがだね。よし、じゃあここに 0.2 をもう一回入れ
て、よし、これで見てみようか。ふんふんふん。あ、浮いたね、ほら。よし。スパー動かしてもセクターが動かない。じゃあ、これで、まあ、適正な距離を出せたっちゃ出せたんだね。じゃあ、次。第2のスパー。マジで何って、なんて読んでいいのかわかんないんだけど。じゃあこれをね、ちょっと合わせていきましょう。まあ合わせていくっていうか、これはね、なんだっけ、ベベルギアと合わせればいいだけっぽいので、まあなぜかというとね、このスパーとほら、平面で当たるんですよね、ここ。だから多分、この、第2のスパー自体は高さの調整はね、多分必要ないんですよ。第1のスパーと第2のスパーとの高低差がね、生まれない程度に多分やってあげればいいんじゃないのかなと思います。で、言ってて思ったんだけど、これね、ベベルもね、実は、第2のスパーとのね、高低差が、生まれない感じの、あれな、逆転防止ラッチがカタカタ当たる部分のカムっていうか、あれがないんですよね。ここを直接逆転防止ラッチがこう噛んで止めているので、まあだから特にここはね、そんなに対して、スパーと、第2のスパーと、ベベルとのね、高低差は、まああんまり気にしなくてね、どうも良さそうな感じですね。はい。なので、上からね、どれだけ押し付けるかっていうことだけを考えて、今回調整すればいい感じがしてます。よし。一旦乗っけてみましょう。よし、オッケー。じゃあ、ちょっとね、後ろからついて、どれぐらいね、浮きが出るかっていうのを確認していきましょう。いつも通りね。セクターから。相当動くね、これね。これだと多分 0.5 は欲しいな。じゃあ 0.5。第1のスパー。第1のスパーも 0.5 は欲しいね。じゃあ、第2のスパー。第2のスパーも 0.5 欲しいね。じゃあ、ベベル。ベベルは 0.4 でいいかな。よし、OK。じゃあそんな感じで、ちょっと調整してみましょう。0.5、0.5、あ、ここにも 0.5。まあね、まあいつも話してることなんですけど、このシム圧はね、結構感覚でやってるので、まあ自分でね、何でもいいので適当に3かな2かなって言って、当たりをつけて乗せて、でね、ギチギチになっちゃったら減らすっていうね、やり方で全然問題ないと思います。何乗せでいいかわかんないんだよってね、よく言われるんですけど、まあそこはあんまり杓子定規になることはないのかなと思ってます。はい。まあ、基本的に、シムってものは上からどれだけね、押さえつけてあげるかっていうね、ことだけを考えてやればいいと思うので、はい。じゃあね、次をちょっと、さっきネジを止めなかったので、まあ、メカボのね、シム調整は必ず、このね、ネジ止めをしてからやってあげるといいと思います。はい。ちょっと後ろから、また押してみましょう。はい、どれだけいくかな。お!ちょっといいんじゃないこれ。ほんのちょっと動いてんね。まあ、けどこれはギリギリじゃない。まあ、あと 0.1 ぐらい入れてもいいかな。この動きはね。じゃあ 0.1 追加しましょう。じゃあ次、第1のスパー。第1のスパーも 0.1 追加で OK そうです。はい、次。第2のスパー。はい。ここも 0.1 ぐらいでいいかな。OK。ベベル。ベベルは 0.5 でよかったね。よし、OK。じゃあ、各々 0.1 追加のここを 0.5 変更で。よし、行きましょう。まあ、あとね、まあ、シム調整に関してね、まあ、いつも言ってることなんですけど、まあ、僕のやり方が必ずしも正解ではなく、まあ、一つのね、やり方の、やり方のね、一つだと、まあ、思ってもらえればいいかなと思ってます。はい。まあ、なぜそんなこと言うかというと、まあ、結局、シム調整って、メカボの、イヤをメカボの左か右か上か下かに、どっちに寄せるかっていうだけのね、お話ではなくて、実は、スパーギアとセクターギアの間にどれだけの距離をね、保てるかっていうのが、まあ、最たるミッションなんですよ。それ
だけちゃんとね、念頭において調整できれば、別にギアなんてもまあ向こうにいようが、こっちにいようが、まあどっちでもいい、どっちにいてもね、僕はいいと思うので。まあただ、調整がね、一番やりやすい方法としては、ね、下からちょこっとだけね、ある程度浮かして、まあ僕がやってるようにね。うん、要はスパーと、ベベルトの間にどれだけの距離を、まあ、作れるかってことだけを先に調整した後、あとは上からともうね、押さえつけまくるっていうね。うん。まあやり方で僕はやってます。はい。まあこれでなんだろう、それ間違ってんじゃねって言われ、一度今まで言われたことはないので。まあ多分そこまで間違ったことはね、多分してないんじゃないかなと思います。はい。まあこれでね、特にバージョン3のメカボックスで T238 電子トリガー化すると、どうしてもね、セクターと、スパーギアの間に、必ず一定の距離を保たなきゃいけないっていうね、まあイシューがあるので、それをね、まあ僕の調整の仕方で、問題なく使えているので、まあまあ、間違いないんじゃないかなと思っております。はい。まあ、僕みたいなやり方をね、解説してる人って、いるのかな、いないのかな。僕はあんまり他の人のね、SIM 調整の解説動画あんまり見たことないので、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、これは僕がちょっと独自にこうじゃないかなと思ってね、考え出したやり方でもあります。今 0.1 足したけど、もうこれ以上は無理だね。よっしゃ、これ調整幅ギリーってことで終了。じゃあ次、第1のスパ。はい。第1のスパもほんのちょっとしか動いてないね、ほら。うん、もうこれ調整幅終了。もう、SIM 乗っけられないね。じゃあ、OK。じゃあ次、第2のスパー。うん。第2のスパーは、もうちょっと動くね。あと 0.1 だから、0.2 に変更で。OK。じゃあ次、ベベル。ベベルはまだ動くね。0.5 に変えてもね。0.5 に、0.2 を追加で。0.2 追加の、0.2 追加、ここを 0.2 に変更。よし、それで。一応、最終フィックスとします。